久保さん。今回のテーマがですね、雨が降ったら傘をさせると。昨日ね、ちょっとブログ書いたんですけど、まあ毎日書いてるんですけどね。あの、なんだ、松下幸之助さんの言葉の上を考えたっていうね。<laughs> うん、あの、まあね、あの、台風の、おー ニュースが多分流れてたと思うんで、すねでまあ、あの、雨が降って、僕、傘を買ったんですよ。で、その時にパッと降りてきて、雨が降ったら傘をさせるっていうね。これ、どういうことかっていうと、あの、なんだろうな。まあ、ブログで書いたんですけどね。<laughs> なんだろうな。あの まあ松下さんの「雨が降ったら傘をさす」ってまあこのなんかそのシンプルな行動にシンプルな行動に全てが集約されてるよみたいなまあざっくり言うとねんでこの「雨が降ったら傘をさせる」はあの生きているから悩めるし生きているから幸せを感じてるし感じれるし 生きてるから美味しいって感じれるし生きてるからまずいって感じれるしまるがあるからまるができないじゃなくまるがあるからそこに存在するからまるがあるんだよとだからなんだろうなちょっと伝え方が難しいブログで書いたけどトークで喋るのちょっと難しいなまああの寝起きってのはますけど <laughs> 朝起きたばっかだからなうん まあみんななんか〇〇がないからできないみたいなのあるじゃないですか。まあすげえ多いと思うんですけど。うまる〇〇があるから〇〇ができるっていう。うん。だからなんだろうな。逆、逆、まあうまくいかない人の逆パターンですよね。うまくいかない人は〇〇がないから〇〇できない。時間がないからできない。スキルがないからできない。え、トークが、 うまくないから喋れないとかね。うん。なんだ。パソコンができないからできないとかね。うん。パソコンがあるからできるんでしょうっていう。<laughs> ね、<laughs> そもそも論として。スマホがあるから、だから昨日僕スマホで書いた、スマホでブログの記事書いたんですけど、スマホがあるからできるんでしょっていう。なかったら。これアドラー心理学でも、あの、すごくいい話があって、 なんかその存在に感謝するっていうなんかその鉄人と若者がこう論争するんですけどそのなんかその寝たきりの寝たきりであの何もできない人がいるとするとでまあそそ,その人に対してどういう気持ちを持てばいいのかみたいなね 寝たきりで何もできない。で、家族は介護で大変と。うん。で、まあ世の中に何も貢献できないし、うーん、その、ただもう植物人間ですよね。で、そういう人に、どういう気持ちを持てばいいのかって。だからその鉄人が言うわけですよ。存在に感謝しろと。いるだけでそこ、そこにいるだけで、あいいみたいなね。うん、ちょっとこれで、ちょっと上級ですけどね。 だからその、この、この概念ってのは何かっていうと、まあ前、億万長者合宿でもちょっと話したと思うんですけど、なんか世界に一つだけの花、まあマッキーがあの歌詞を考えたと思うんですけど、そこにその花があります。じゃあその花に対して、あの、どういう気持ちを持てるのかってことですね。まあ、トゥモローね、アスファルトに咲く花のようにとか、まあ、 軒先に並んだ花を見ていたらとかね。末期の歌詞とか。あとなんだ、そう。森山直太朗さんのね、花っていう歌はめちゃめちゃいいんですけど、なんか、花だっけな。なんか今、カバーしてるやつがあるんですよ。多分ね、森山直太朗さんがただ歌ってるだけなんですけど、これね、結構再生数も回ってるんですけど、30万、36万回か。日本の、 花屋の前でねすごくね、えー、花屋の前で歌ってるんですけどめちゃくちゃいいんですよ、うん、これおすすめですね「森山直太朗さんの花」っていうこれめちゃくちゃいい歌ですねそのシチュエーションもいいし、まあ、森山直太朗さんの声もいいんですけど歌詞がね染みますね、うん、だからそのこの前その沖縄 から、あやさんがね、来てくれたんですけど、あやさんともちょっと話してたんですけど、まあ、その、できないお客さんね、まあ、なんかその、でも、なんか、なんか、コンサルとかしてるとね、お客さんがね、いや、でも、って、もう、言うってうね。<laughs> 吉田さん、人間より植物の方がすごいっすね、みたいな。ただそこに咲いて、でもとか、そういうのじゃなくて、ただ、ただ、 生きてますよねとみたいな話をちょっとしてて「そうっすね」みたいな「人間より植物の方が優れてるよね」みたいなみたいな話をしてたんですけど、うん、その知識があのか思考があるから考えられるわけじゃないですか昨日アリを見てたんですけどアリって考えられるのかなみたいなでもアリってね 人間より、人間の脳みそみたいな頭、まあそもそもその、でかい脳とかないじゃないですか、アリさんって。でもアリさんって、すげえ一生懸命ね、あの、餌探してね、巣を作ってね、もうひたすらその、なんか、前向きにというか、なんかシンプルにね、自分の、なんだろうな、やるべきことをやってますやん。うん、なんか、 アリの方がすごいいいんじゃないかななかみたいなね <laughs> 人間はアリよりねすげえ脳みそ持ってんのに、うん、逆に言うと脳みそがあるからあのー、悩んだりすることもあるんだけどもでも脳みそがあるから考えられるわけじゃないですかだからうまくいきたいんだったら自分はアリより脳があるし使えるものがあるんだから使えばいいしだからそこに感謝してあー っっていくってくことです、ねうん、そう雨が降ったら傘をさせるってことねだからかそもそも傘っていう存在傘という存在は雨まあその日傘は別としてですよあ傘という存在は雨が降らなければそこの傘の存在っていうのは生きないっていううんだから傘にも感謝できるし雨にも感謝できるっていうね なんだ、雨か、ふざけんな、みたいじゃなくて、雨が降ったから傘をさせるな、と。傘の、傘っていうのは雨がふ降るから生きるんだな、みたいなね。うん。まあ、ちょっと上級ですけどね。そう。上級講義ですね。<laughs> でもこれがね、できるようになると、結構ね、悟りの境地というか、うーん、多分ね、僕はいろいろビジネス勉強して、いろんなことべあの、ビジネス書以外もね、 いろんな本読んだりとか、まあ、いろいろ体験してきて、これもう最上級の思考哲学ですね。うん。これがあると本当に生きていく上で、まあ多分ね、これインストールするのは非常に難しいですけどね。存在に感謝するって難しいんで、だけどできるようになるといいと思いますよ。生きやすくなります。非常に。うん。いってらっしゃい。